はい、どうも、鈴木です。今回からですね、青鬼っていうゲームやっていこうかなと思うんですけども、まあ、早速やっていくか。うん。主人公の名前はこれさっき、クソ画面ちっちゃいねんか。これクソほど画面ちっちゃいの、青鬼ってパソコンでやると。マジで見にくいんだけど、文字が。やばい、ちょっと待って。これ、文字の消し方がわからへん。やばい、ちょっと待って。広志鈴木しようとしたけどさ、文字の消し方がわからんから、ちょっとこのままいくわ。広志鈴木広志鈴木でいきます。はい、広志鈴木です。はい、早速始まんのかよ。町外れにある無人の館、そこにはお化けが出るという噂があった。あー、肝試し的な。中は思ったより綺麗だな。なんだか寒いわ。おい、もう帰ろうぜ。たけし、たくろ、なんでこいつだけ漢字やねん。なんだよ、たけし、ビビってんのか。おい、もう帰ろうぜ。ひろし、すすき。一番バカそうな名前してる。バカバカしい。お化けなどいるわけがないでしょ、科学的に考えて。このメガネが主人公かよ。おい、ひろし、すすき。気をつけろよ。もう動ける。鍵がかかっている。探索系か。交換うるさいな。びっくりした。これか。皿が割れていますね。メガネ食い。皿が割れていますね。メガネ食い。皿の破片を手に入れた。そんなもん手に入れてどうすんねん。冷蔵庫、キッチン、特に何もないかな。戻ってみる。じゃあ交換がびっくりする。いちいち、誰もらくなってるやん。早ない展開が。皆さん、おい、あいつらの名前覚えてないぞ。ちょっと待てや。おい、待て。こいつも皆さんっつってるし、こいつ自身もあんまあいつらの名前覚えてないんちゃう。ん？なんか鍵が開かない。なんか今一瞬鍵通ったな。ここは開かない。ほぼ開かんやんけ。地図か。はい。わかった。だいたいどんな感じかわかったわ。あ、いた。なんかある？あ？こいつだって、たけしか。こいつ、ガタガタガタ言うてんの。なにこいつ、ガタガタ言うてんねんけど。タンスのガタガタってことじゃなくて、こいつがガタガタ言うてんねんけど。え？たけし？ガタガタ。なんやこいつ。他のみんなは。あかん、こいつ機能してない人間として。え？たけしだけ？しかもたけしずっとタンスで震えてますやん。ここは？鍵がかかっている。ほーん、特に何もねえな。ほぼ開かへんやん。つい3回？かかってんな。全部かかってますや。え？全部かかってんねんけど。もうなくない？行ける場所ここぐらいしかないねんけど。たかし、なんか知らんのこいつ。あかん、こいつ。ずっと口からガタガタ言ってる。ガタガタって。え？もう一回お皿割れたとこ行ってみる。鍵がかかっている。特にって感じやな。どこ行ったらいいんや。おい、どこも開かへんぞ。待てよ、マップ見よう。もしかしたら隠された場所があるかもしれん。3階2階。あ、これどういうマップや。今この家のマップか。は、これどういうマップや。その一番左上の階段みたいなマークなんや。どこにあんねん、そんなん。そもそもこれどういうマップの見方したんや。このマップむずない？一番下のさ、ところが玄関やとしたら、この一番でっかい中央の四角が多分一番最初に集まったところやねん、みんなで。で、右の一番端っこの右の細長いやつがキッチンやと思うんだよな、リビング。で、もう一個そこに部屋あったんや、手前の廊下に。で、階段所。あ、で、おっ、これ1階の地図か。で、あの奥が鍵かかってて、そういう感じになってんや。これ1階の地図だ。でも開かへんからさ。
鍵かかってるからさ、開かないんだよね。なんか椅子どかしてたんやけど。知らん。いや、じゃあ椅子どかすつもりなかったん。本当はそこの本棚をちょっと見てみようかなと思ったんやけど、なんか知らんけど、椅子どかせた。図書室の鍵。どこですかそれは。図書室ってどこやね。どこやね。図書室ってどこ？ここかな。え、どこですか？そもそも図書室なんて場所わからへんけど。あ、ここか。おう。え、いるやん。え？なにこれ？寝室の鍵やって。待って、他にも見たいとこがいっぱいあるんですけど、ちょ待って、なんかゲットしたけど、なにこれ。だいー待って。え？また最初から？ないか。しかもあいつおらんし。なんか結構ね、探索しなあかんの気する。あの鍵の見つけ方ってことは。でも特にないかな。ここだけか？これ、この鍵だけか？寝室ってまずどこやねんって話じゃないけど、とりあえずじゃあ、この鍵をゲットしたら逃げなあかんわけや。クソマイク邪魔なんよな。行くぞ。はい、ゴー。ゴー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 開かない。開け。開け。来たぞ。で、こうで、ちょっと待てよ。じゃあ、一番奥の、一階の一番奥、奥の部屋行こう。ここはワンチャン。開いてんねんけど、なんか、行き止まりやないかーい。行くぞ。じゃあ、次は、まっすぐ、このまままっすぐ行こう。もう一個まっすぐ先に、ここ。来た！違う！トイレです！ここは寝室じゃないです！ここでは寝ません！じゃあ、2階行って、3階のドンツキ、3階のドンツキ。よし！来た！ここは寝室か！え？何？ちょっと待って、これ何これ？負けってこと？これ負けってことかな？何やこれ？で、こう行って、挟まれるね。一回さ、わかった。一回さ、寝室の場所わかったからさ、一回タカシのとこ行こうぜ、タカシ。タカシが何とかしてくれるかもしれん、タカシなら。タカシならお前なら。あれ、タカシじゃない。俺が入った。ちょっと待って。タカシがおらんかった。あれ？ちょっと待って。え？タカシは？え？え？タカシがおらんねんけど、これ何？ちょっとセーブしとこう。これこまめにセーブした方がいいゲームって気づいた。セーブしときます。はい。え？これ何？ハンカチを手に入れた。あれ、タカシは？タカシどっか行った。とりあえずじゃあこれで寝室探索できるか。は？え、何このキモい。弱。ここ誰かいる。入った。なるほどな。青鬼から逃げるとき、ここに隠れればいいってことかな。あいつ、このタンスとか入ったら逃げれへんとか、追いかけられへんってことかな。この部屋なんやねんって話だけど、なんもないぞ。寝室ここかい。寝室ここなんかい。
上の部屋じゃないんかい。さっきじゃあなんで開いてん。そもそもあれか、一番最初やったからって感じか。え、ちょっと待って、そういう感じか。ああ、そういう感じね。ちょっと待って待って、そういう感じのギミックか。オッケーオッケー、理解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 。お、来た。え、ピアノ。ちょっとセーブしとこうか。セーブしよう、こまめにセーブしよう。こういうゲームはこまめにセーブした方がいいね。血塗られてるやん。なんかしかも雑に血が塗られてんな。ドレミだけピンポイントに雑に血が塗られて、日の丸みたいになってんで、これ。もう反対側に同じ血の塗られ方してたら日の丸やで。どこや。でもこのピアノ怪しいよな。結構すごい探索しなあかん感じかな。あー、数字が必要と。今ちょっとわかんないんで。なるほどね。どっかに暗証番号的なものがあるのかな。ここは鍵を開けた。え、あ、ここに繋がってんのか。あー、なるほど。ここはピアノ部屋ね、覚えとこう。で、こっちのベッド動かしたりするの。あー、動かせるのはそっちだけなんや。ふんふんふん、なるほどね。あと、じゃあ多分他の場所も行けるようになってんのかな。多分ここの部屋とかも、この横の部屋とかも、あ、かかってんのかーい。あ、そういえさ、こっちのお風呂場とか行けるようになってたよな。特になんもないか。あ、水抜けた。ドライバーを手に入れた。ドライバーね、何使うの。鏡の前に行けねえ、操作しづれえから。鏡の前に行けねえ。トイレは洗剤を手に入れた。あ、パカパカできる。あ、パカパカできるわ。パカ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 できます。うわ、びっくりした。あ、こっち行ったら絶対逃げれへんやつやー。どうすんねんこれ。こんねんけど。え、どういうこと。急に来へんくなったんやけど。さっきまで来たのに。あれ、なんか追いかけて来へんくなった。まあいや、ラッキー。え、こっち行きたいな。じゃあ鍵がかかっている。んーで、こっちは行けんのかな。あ、行ける。はあ、ま、急に来るやん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 。でも俺はね、お前どっからどう来てんねん。あぶね。よし、あいつ階段登るときだけなんかめっちゃショートカットしてきよるくない。ちゃんと階段登ってこいよ。待って、今の和室なんやねん。しかもなんか全然似合わん、この家に似合わん和室だったぞ。こういうとこセーブしといた方がいいってことでしょ。この和室何、こっから入れたりするのかな、この奥。あ、できんわ。遊んでんちゃうぞお前。ライターを手に入れた。ライター、なんかアイテムはね、今結構アイテム持ってんのよ。セーブしとこう。ほら、ドライバー、洗剤、ライター、ハンカチ、皿の破片。でも何に使うか分からへんねんな。別に使えるってわけでもなさそうなんよ。え、何もないの。何もないんか。ちょ、上のさ、地図見に行こうぜ。多分あれ1階の地図やねんこれ。いや、あるな多分ね。ここ和室やろ。右の一番上の列の、2個雪だるまみたいななってるところの左のちょっと大きい四角は多分これ和室やねん。で、この2個の雪だるまみたいなところどうやって行くんやろ。あれ、こっちが和室か。いや違うよな多分。そっちは和室じゃないと思うねんな。そのでかい方の四角が雪、あの和室やと思うねん。で、多分ここ階段やろ。ここは多分階段やねん。で、ここが和室で、待って、この辺になんかあるんじゃない？だから部屋が。なんかここだけ色が若干違うのって、しよう？お、ほら、壁紙に違和感感じますね。これ、あれじゃね？待って、ライターとかで炙ったらいいんちゃうん、これ。火がつきませんね。つかへんのかい。じゃあ、ハンカチでちょっと拭って、無理か。え、洗剤は？あ、洗剤ハンカチにつける。はい。で、さらに
ハンカチを違和感を感じますね。待てよ、洗面台とかさ、綺麗にできたりせへんのかな、これ。これさ、これ、細かい微調整きついね、これ。これ、細かい微調整できないんで、助けてください、これ。細かい微調整が、ここちょうどマス目じゃないんか。じゃ意味ないってことか。なんか、洗剤をさ、ハンカチにつけてってやってるから、なんか綺麗にできたりせへんのかな。トイレ綺麗にしてみたりする？例えばこれで。間違えてドライバーじゃない。アイテムで、ハンカチで。いやー違うな。待って、わかった。わかった。洗剤の近道わかった。多分ここや。ここじゃね？ここで、アイテムでハンカチ。ハンカチで鍵盤吹いた。ほい、来た。239やってよ。それは無理やろ。ハンカチで吹いた瞬間に239が出て、下行く。行く。入る。オッケー、ここ入る。よし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 、下これでオッケー。ただ239やったらあかんのちゃう？だって俺4桁必要やろ。あとどっかもう一個必要なはずやね。数字が。239じゃ足りひん。誰？お、タクローやんけ。一人だけ唯一感じたやつ。広し鈴木、無事だったか。なんとか。広し鈴木、お前も見たのか、あの化け物を。にわかには信じがたいことです。あのような生物が存在するなど。お前やっぱメガネキャラなんや、ちゃんと。出入り口は全部塞がれている。閉じ込められちまったんだ、俺たち。そのようですね。手分けして探索しよう。俺は一回見てくる。よろしくお願いします。ここでまさかの拓郎と出会えた。ここのさ、扉なんかあるかなと思って。特になんもないか、やっぱり。で、ちょっとさ、拓郎の様子見に一回行ってみる？一回どこ探索してんの、あいつは。風呂場？トイレ？リビングかな？ちょっともう違う場所行ったかな、あいつは。図書室？図書室ではないな。どこ行ったんや、あいつ。おい、まさかこれが位置を暗示してるんじゃないか。この扉のこの細い、これが位置と暗示してるんじゃないか。よってパスワードは2391なんじゃないか。これ多分俺がパスワード打って次のステージ行かない、一生青に出てこないパターン。来てるかーい、言ったそばから来るかーい。びっくりした。どっから飛び出してくんのこいつ、マジで。ちょっと待って、どこやこれ、マジで分からんぞ。2391で入れてみっか。結構ゴリ押し推理やけど。2391、ダメか。あ、おい、ドアノブをさ、ここにつけてさ、ガチャって開けるとか違うか。お、皿の破片で割れた。ドアノブがないと開けられません。ここでドアノブ使うんか。なるほどね。皿で破るんか、この違和感。ライターで破れへんかったから皿で破るって、なるほどね。で、新しく行ける場所が増えて。おい、なんやこれ。ただの暗闇なんですけど。え？ここでセーブして大丈夫なんかこれ。あー、ちゃうわ。これ多分ライターが使えへんからか？真っ暗なんや。じゃあライター使う方法探さなあかんにゃ。あ、わかったかも。これ白鍵盤の形じゃね？あ、だから2やったら左だけ出てるやつ、3やと真ん中が出っ張ってるやつ、9やと右が出っ張ってるやつや。待てよ、2が左出っ張ってるやつ。だから、え、これ何？2、あ、真ん中にも2と2とこれは9や。ま、じゃあこれ3か。3で、239で3が出っ張ってて、9が
右だけ出っ張ってる。で、2が左だけ出っ張ってる。9が逆さ？あ、6ってことかな。6で、ってことはこれは2が逆さやから5か？あ、違うか？あ、違うか。6、3。そもそもこれ、どうやったら OK なのかわからないけど、このままエンター押したらいいんか。違うか。あれ？鍵盤が間違ってる？左が2でしょ？真ん中だけが3でしょ？ 9 が右だけ出っ張ってるでしょ？ 9、2。あ、こっちや！開いた！子供部屋の鍵を手に入れた。子供部屋ってどこや？一回セーブしよう。ちょっと鍵盤のあれが、上下がわからんかった。子供部屋ね。なんかでも来そうやな。追いかけて来そうやけど。ここは？あ、ここ子供部屋や。あ、いるやん、誰か。ちょ、セーブしますね。一旦ね。はい。いますやん。誰こいつ？あ、ミカ。あ、お前も感じだったんかい。ヒロシ、鈴木くん。無事でしたか？他のみんなは？さあ、はぐれてしまったから。そうですか。私と一緒に行きましょう。これじっとしといてください。冗談じゃないわ。化け物いる館を歩き回るなんて。そうですか。死ぬんじゃないか、こいつ。なんかこいつ死ぬ感じがするけど大丈夫かな。ここは特に何もないんか。ん？あ、動かせるぞこれ。え、動かしたところでって感じするんだけど。あ、待って、これなんか上にあるよな。これ上に物あるよな。ってことはこれ動かしてあの上の物取るんじゃないか。なんか分からへんね。画面が小さすぎてあるのかないのか分からんけど。来たー、ライターオイル。これはセーブしよう。これはセーブしよう。本当に行かないんですか、ミカさん。私はライターオイルを持ってますよ。タクロ。いやね、タクロとできてんのかよ。じゃあ勝手にしてここで。ここ行って、出よ。で、またここでもセーブよ。もうこまめにセーブします。もうクソほどこまめにセーブします。はい。で、アイテムでライター使うのよ。やばいってこれは。あ、ろうそくがある、火をつける。はい。おお、一気に明るくなった。ありがてえ。で、ここでもしっかりセーブしていくと。はい、セーブ魔人です。んーで、そういうことかい。そこ動くんかい。ちょっと待って、他はまあ一部屋にギミック一個って感じかな。あるとしても、あ、牢屋、地下室のか。あ、わかった。多分こうでこうや。来いよ。おい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 、怖っ怖っ。めっちゃ見てくんねんけど。あれやん、進撃の巨人の小型の巨人みたいなやつやな。怖すぎやろあいつ。セーブしよう、さすがに。地下室の鍵や。地下室の鍵は多分ね、俺わかんで。多分ここじゃない？ここやねんけど、一旦さ、ちょっとあいつ見に行こうぜ。子供部屋にいた女の子。お、あー、まあいいや、こいつ。じゃあここかな、地下室は。あー、やっぱりね。あ、ミカの声か。ほっとこうぜ。いや、いいていいて。もうどうせ死んでるって。どうせ死んでるって、あんな。あちゃー、マジ進撃の巨人で見たこれ。いや、進撃の巨人で見たわそれ、ほんまに。え、ちょっと待って、入ってきた。え、これどう、隠れれる。え、無理じゃないこれ。これ無理じゃない。どんなバカでもバレるけど怖すぎ俺これ見たぞ、進撃の巨人で。あの、コニーじゃないわ、あいつ、サシャや。サシャの故郷みたいなところ見たぞ、そのパターン。オッケーオッケーオッケー。よし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 。あの、サシャの故郷じゃなかったっけ。なんか、サシャが探索したとき、なんでこれ、わかった。地下行かなあかんのじゃない。これ、地下行かなあかんねんと思う。うん。やばい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 。ここ、地下行かなあかんじゃない。なんやねんこいつ。
サシャが訪れた村でさ、なんかさ、これぐらいの巨人がさ、人食べててさ、で、それお母さんがいてさ、その子には。そのお母さんが食べられてんの、そのお母さんがさ、じゃあその娘がさ、ずっと見続けて、それをサシャが助けるってやつあったやんか。さすがに。さすがに負けたっしょ。さすがにな。ほら、あー危なかった。よかった、セーブしとこ。おい、もうずっと追いかけられるから、ずっとサシャの話しなあかんかったやんけ。永遠にサシャの話してたわ。あ、死んどるやん。死体からなんか、取れんのか。さあ、地下で、早速ここになんかあるよ。届かないってことかな。取れないってことか、高すぎて。ここにタンスがあんのか。怖いね、そのタンスね。その位置にあるのって。他は？これ、車じゃ、これ、椅子を貸す。うわ、これ持ってかなあかんや。なるほどね。地下牢の鍵を手に入れたって。地下牢か。どこや？地下牢ってどこや？さっきのとこじゃないよな、多分。さっきの俺が、意味が分からん。でも俺分かった。巻き方分かったよ。巻き方分かった。ミカがっていうか、これ、マジ進撃の巨人や、お前。ジークの脊髄液飲んだやろ、お前。おい。てめえ、ジークの脊髄液飲んだやろ。あれだけ飲むなっつったのに。終わった。降りて。降りてきて。で、こっち戻って。で、こうで、オッケー。負けた？負けたか？負けたっぽいな。よし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 、じゃあセーブしとこう。じゃあ、ここで一旦セーブや。でよ。え？また暗いな。また暗いわ。ライターつかなあかんか？うわー、やばいぞ、これ。いや、わからんて。あ、力の鍵使った。オッケー。怖いし、ちょっと解くな、ここ。ろうそくありますねー。ろうそくがありますねー。ん？何これ？暗号か、また。数字か？いや、難しいなー、暗号。理解。一回セーブしよっか、じゃあ、ここで。結構謎解き要素強いね、やっぱり。これ最悪さ、牢屋に逃げていくのもありなんじゃないの？鍵がかかっているか。はあ。逆にでもここの暗証番号どこで使うかな。使える場所があるのかって話。これなんなんや。あ、なんか絵描いてある。はあ。青鬼の絵かな。あ、牢屋か。これ多分牢屋じゃない、表されてんの。縦棒の線を消すみたいな。そしたらなんか出てくるんじゃない、牢屋の縦棒の格子を消すみたいな意味で。縦棒消したらなんか出てくる。なんか他にもヒントないから。てか、あ、そもそもさ、この暗号が解けたところでどこで使うねんって話なんやな。使う場所がないというか。おー、使う場所がないのよね。これなんかない？あった、ほら、やっぱりドライバーの芯やって。なんかあるなと思ったんよ。ドライバーの芯って何？ドライバーとドライバーの芯なんか合体できんのこれ。ドライバー芯付け替える。いや、俺一回もドライバー使ってないんやけど。付け替えてみる？はい。なんやこれ、ドライバーの芯って何に使うんや。とりあえずセーブしとこう。いやー、来た、びっくりした、来たー。あんた来んのかいな、それ。これ一回さ、じゃあさ、地下行ってみるか。これこのまま地下逃げてみようぜ。地下逃げれんじゃね。ほら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 、ここアンチなんじゃない結構。うわ、怖すぎるやろ、ミカ。
でもミカ死んでたよな。あ、そうや、ミカの下見に行こう。ミカの下見に行ってみよう。ほんまに俺の目の前にこいつがミカならば、ミカの死体はどうなってるんだって話よ。綺麗さっぱりなくなってるじゃないですか、ミカの死体が。あれ？ミカの死体がなくなってる。あ、ミカの死体が。死体ってな、200種類あんねん。やっぱこれ縦の線がさ、なんか俺この2個目？左から2個目、ちょっと3に見えんねんか。縦の線を消せってことじゃない？やっぱり。だって、この縦の線を消すと3になって、でここ全部消したらあかんから、どうなるんや。ん、え、どうなるんやろこれ。ちょっと待ってよ、難しいな。縦の線を消して3、2個目は3やと思うんだ。左から2個目は7か37で、なんか一番左のやつさ、数字の5に見えてこへん。一番左のさ、四角形の一番左だけ取ったら数字の5にならへん。5 3 7 4 4じゃないか。縦線がなんか関係してるんやと思う。おい、あのな、あまりにもわからなさすぎて調べてきたわ。調べると537までやってたらしいけど、これ最後6らしいね。なんなん6って。6って何？え、6ってどうやったらこれが6になるの？ 5 は多分合ってると思うね。そのパスワードのこの数字しか分からなかったけど、どういう答え合わせか分からないんだけど、俺537のその縦の線を消して537を見つけるっていうのは多分合ってると思うね。6って何なん最後。 OK、 じゃあ5 3 7 6、 OK、 開いた。別館の鍵を手に入れた。ほう、待て、これ一回セーブしとこう。別館っつってもさ、もう行ける扉がさ、ここか。ほう、これまかなあかんってことや。お、まだ食う、まかなあかんってことやろこれ。オッケー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 、任せろ。これじゃあいつも通り行こう。いつも通り牢屋使おう。来いよ、おれ、来いよ、これ。音消えたけど、あれ、おらんくなった。おっせえな足が。ほな行きますか。もう別館かなこれで。別館ってそもそもなんやねんって話やねんけどそもそも別館ってなんやねんって話やねんけど、てか何したらいいのか分からない。ゴールってことかな、要するに。まだあるんか、続くんかこれ。別館の鍵を使った。うわー、まだ続きそうやん。いつまで続くねんこれ。